縄出身の人が沖縄のラジオ局に一人しか今いない。俺しか。あ、ご家族です。おお、始まった。あ、怖。カメラ目線から始めよう。時刻は夜7時を回りました。つかちゃんのアニソンマーティンのお時間です。今日はですね、特別スペシャルということで、なんともうすでにメールも5件来ていただいてるし、ツイキャスもなんかすごいうなぎ登りで視聴数増えてるからびっくりするんですよね、私ね。え、初ですね。ま、初ですよ。今まで那覇からしかメール来た、遠くても那覇からしかメール来たことないのに、東京とかから来てるよ。すごい、焦るわ、さすがに。焦っちゃう、ね、びっくりしますよ、はい、ねえ。ギャラリーもなんかすごいことになってますしね。あー、これはびっくりしますよ。じゃあいつも通り番組の趣旨説明しましょうかね。はい、はい、この番組はですね、アニメ好きの私、FM ギノワスタッフ塚ちゃんこと木更木司がですね、大好きなアニメアニソンをご紹介していく番組です。この番組では、メッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowa.com797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスやユーストリームを利用して映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらの方でもお楽しみください。あとですね、4月より FM ギノワンではサイマル放送をしております。サイマル放送では映像は楽しめませんが、音楽や CM すべてを楽しむことができますので、そちらの方でもお楽しみください。ということで、さっきからすごくね、隣でがすごく騒がしくドキドキしてらっしゃるのかね、ゲストさんが来てくださっております。さあ、心臓の音しか聞こえませんけども。それでは自己紹介の方よろしくお願いいたします。はいさーい、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 はい。私どもですね、沖縄は那覇市にある桜坂劇場でやってるガチ版映画祭という映画祭の公式サポーターとして伺わせていただきました、アクロスエンターテインメント所属、普段は東京で声優やタレント活動をしています、補正雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よっしゃ、メンソーレー、メンソーレー。沖縄県出身、ガチ版映画祭の公式サポーターとしてやってまいりました、中村修吾です。皆さんよろしくね。イエーイ。続いて、はいたーい、ガチ版映画祭りの公式サポーターとしてやってまいりました。入ってなかった。はいたーい、遅いだ、さゆき。もう一回もう一回。はい、ガチ版映画祭りの公式サポーターとしてまいりました、アクロスエンターテインメント所属の飯坂さゆきと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガチ版映画祭公式サポーターということでね、はい、祭りので初めて、うん、みんな3人で沖縄に伺わせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、ガチ版映画祭とはどんなイベントなのか告知の方よろしくお願いします。じゃあ沖縄出身の中村くん、はい、おい、わし。はい、あのですね、ユーストリームとかで見ている方にはですね、チラシを、はい、ちょっと持ってくれる、お見せしたいと思うんですけど、ガチ版映画祭りと言いまして、毎月1日ですね、桜坂劇場で2本ずつだったり映画を紹介してるんですが、あの映画館で映画を見ようということで、ガチで見たら脳みそがバーンとするのでですね、普段なかなか劇場で見ることができない作品をその月ごとに特集を組んでやっていると、そういうね、とってもハートフルでウォーミングでエキサイティングでメンソーレーナ、まあ、そういう取り組みですよ。一言で言うと、あの映画はあの映画館で見ようというそんなお祭りでございます。なるほどなるほど。なるほどなるほど、いいですね。そうなんですよ、はい、でそしてなんか歌も出されてるということ、出される。あ、そうなんですね。そうです、あの僕と中村くんは一打マンズというですね、はい、普段あの番組をやってまして、はい、一打マンズというユニットを組んでライブ活動もしているんですが、はい、事務所のね8周年になるんですけど、うちのアクロスエンターテインメントという事務所が、はい、そうなんです。そこのですね、いわゆる8周年記念イベントというものを7月の23、24に東京でやるんですが、はい、それで、まあ、ライブコーナーとか朗読とかいろいろあるんで、はい、そのライブコーナーで僕らね歌わせていただくんですよ。それで、はい、社長に、はい、集合曲かけと、ええ、そので書かせてもらいまして、書かせていただきまして、
この曲を作りました。それで2人で歌わせていただきます。ギノワン出身なんですけど、ギノワンが生んだメロディーメーカーなんで。なるほど。それではギノワン、ね、観覧席にあのその中村くんの親族がいるんですけど、そうちびっこカーンとして見てます。これみんないっぱい見てるけど、僕の親族が半分ぐらいいますね。はい、結構いますね。そしてそ、ね、あの奥の方にはなんかパーソナリティの方もいますね。私が知ってる方もいますね。そうなんですね。はい、でそれではですね、まず最初に1曲お届けしたいと思うんですけども、はい、曲紹介の方いきなり、あ、はい、中村君、はい、よろしくお願いします。はい、中村修吾が僕が作りました、一玉のね、一玉マンズで2人でやる曲ですね。一玉マンズの曲です。はい、はい、曲名はちょっとまだ伏せておいてもいいですかね。お、かかります？行ってからそのままかけてもらった方がいいんじゃないですか。じゃあそうしましょう。いきます。一玉マンズでどうなってんだ。まだ何も言っていない、そんなに勝手なことばかりを突きつけられて、あ、そう置かれたいなら僕はそれには落ちるけど、君だけが不満抱えてたわけじゃねえぞ。お金返せよ、最後はいつも開けないな、うん、あ、りんちゃん来てる、初めてだ、嬉しいな。りんちゃん、次男の娘。あ、りんちゃん娘、かわいい。次男の娘、俺初めて会うんだ。清涼飲料水、マジ嬉しい。あ、カルピス。もう誰でもいいから僕に教えてよ、夜の公園池を覗き込んだら月に照らされて、やばい、観覧数が16名になってるよ。へー、あ、じゃあ増えた。あ、いや、なっちゃうよ。フルでかけていただけるんですか、しかも、ね、はい、ありがたい。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9件メール。これでも画面には映ってるんですよね。はい、画面では映ってるんですか。画面ですか。はい、まあ、あ、映像と、あとツイキャスとかユーストリームの時は、まあ、僕はこうやって喋ってる声あるじゃないですか、これが聞こえてます、このマイクで拾って。え、カメラはそのまま映りっぱなしじゃないんですか、ユーストとか。あ、映りっぱなしですよ。ですよね。はい、あ、でも踊ろう。気にすんなよ、気にすんなよ、お嫁ふざけてるんじゃねえぞ、世界のことなんて知らないよ、飛行機の乗り方も曖昧なくらいだ、どうなってんだ、マジでどうなってんだ、どうすりゃいいんだろう、まるで自分だけ取り残されたようだ。なんで、あ、シルバーさんだ。うわー、青いも、青い初めてかな。なんかすげえ、メールめっちゃ来てるな。あ、ミーさんも。ミーさん来てる。うん。やるやんけ、ミーさん。沖縄までありがとうな。来てるじゃなくて。来てねえよ。いや、ミーさんの分が沖縄まで届いてるんですよ。ホセさん、セクシー。セクシー担当。いいね。今日すごいね。ツイキャスコメント。メール読むのに多分時間かかりそうだな。いや、ヒロキもこっち向かってるって。うん。何これ、上下してる。上下してる。上下。
月に照されて最高に情けない。まもなくですね。あ、じゃあ CM 行こうね。はい、これで曲締めとかって、あ、でそのまま CM に行きます。はい、CM 行ってる？行ってない、行ってない、え？いや、行ってない、行ってない、おちょ、グッと押して、ボタン OK。 あ、ぶないさんな。テーブ出るよ、テーブ出るよ。やばいやばい、今日は本当にツイキャスもすごいな。結構おめでとうって書いてますよ。あおいちゃんだったさ。あおいちゃん。あおいちゃん？あれ、あおいちゃんちっちゃくなったね。あおい服着てる子ですか？そう。あおいちゃんちっちゃくなった。抱いてるのがみよ。あれ、あおいちゃん今俺もう大学生になってたよ、うちのあおいちゃん。あおいちゃん幼児対抗したのかな？どこのあおいちゃん？あおいちゃん幼児対抗しちゃったのかな？おむすび。ホセピンさん結婚おめでとうって聞きますよ。ありがとうございます。もう2月ですけどね、結婚。すごいな。長浜モーター。あ、してるんですか？あの、今本当に耳に入った情報を繰り返してるだけなんですよね。いつもそういう、ね、そのままもう何の思い入れもないんで、そんな昔からあった車屋さんだったんだと思って。お、赤道ラーメン。赤道ラーメン全然知らない。なぜ赤道じゃなくて赤道にしたのか。赤道ってところがあるんですよ、あの場所が。赤道じゃなく、僕も最初来た時赤道って呼んでました。赤道じゃない、赤道です。そこはもう、そこ、それだけは知ってます。赤道赤道です。はい、どうも。10秒で開きます。時刻は夜7時12分を回っております。スカチャナニソマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。よっしゃ。いや、ありがとうございます。あの、どうなってんの流していただいて、聞いていただきまして、はい、これあの本邦初公開です。あ、そうなんですか。はい、もうね、ついこの間撮り終わったばっかりですもん。撮り終わったやつをそのまま、はい、そのまま流してます。はい、原本直送で、もう直送すごい新鮮です。空輸で、空輸してもらって、ずっと聞いてる間、隣のね、さゆきが、あの、はい、清涼飲料水の CM で使われますよ、これっていう、うん、おずっとサビの部分とか。あ、じゃあちょっとギノワン、FM ギノワンさんにぜひぜひそういうメッセージお待ちしてます。三品茶、三品茶の CM お待ちしてます。待ってますよ。三品茶。いや、実はですね、アニソンマーティンでは、あのゲスト様はちょこちょこ来ていただいてたんですけども、はいはい、あの生産に来ていただくのは実は今回初で。おら、あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。それではですね、東京で活躍されているということで、はい、活躍はまだそんな全然まだまだなんですけど。はいはい、なるほどなるほど。じゃあまずですね、はい、たくさんまずメールが来ておりますので。おー、ありがとうございます。すで、はい、になんかメールが止まらない状態になって、あの、私すごく焦っております。あら、ありがとう、はい、ありがとうございます。スカッチャンさんはね、焦らせてくれてありがとう、みんな。じゃあそれではまず、みことさんからメッセージが。ありがとう、みことさん、ありがとうございます。スカッチャンさん、ゲストのホセさん、中村さん、飯坂さん、ハイサイ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 。東京からメッセージを送ります。ありがとう。皆さん、沖縄の旅は楽しんでいらっしゃいますか？もう超楽しいぜ。楽しんでますよ。楽しさしかないですよ。なるほど。初夏の沖縄、暑くて気持ちよさそうですね。いやー、もう暑いよ。すぎる。すごい暑い。俺たちの気持ちも暑いし。3回ぐらいあったし。やばかった。ほんとそう。すぐ乾いたけどね。すごいですね。で、そして春に、私は春にしか行ったことがないので、夏の沖縄をいつか体験してみたいです。沖縄に来て楽しかったことや、東京と違って素敵だなと感じたことがあれば、ぜひ教えてくださいってこと。もう、あ、じゃあ2人からちょっと聞きたい ね、まあ、ね、僕はもう全部知ってるんで、沖縄のことは。いや、
星さんから、なんかね360度星が見えるって、その言い方悪いですけど、東京だとやっぱ何がしかのこう建物で囲まれちゃうから、あーそうですよね、意外とそれがないじゃないですか、はい、だから久しぶりになんかわー全部星、お星様だみたいな、しかもなんか雲の流れが早いから、昨日砂浜で寝っ転がって上見てたらなんか星が流れてるみたいに、そう雲が早いですからね、すごい素敵でした。あれ最近はなんか思い出ある、思い出っていうか昨日来たばっかなんだけど、どうだった？ あのですね、あのみんなどこに行ってもフレンドリーに話しかけてくれる、うん、話が途切れない、それがうちなんちゅなんだよ、うちなんちゅ、それがすごいなって思いました。国際通りでさっきまでロケさせていただいてたんですけど、はい、皆さんね何してるのみたいな、そうなんですよね、どんどん話しかけてくれる、来てくれるからね、本当東京でもこれだったらすげえロケ楽なのになって思う、しやすいですよね絶対なるほどなるほど、ルシュー君もだいぶ東京慣れてきちゃったから久しぶりだったんじゃない？いやちょっと本気で空港に着いた瞬間泣きそうになりましたね早い本当にそうですね、うん、あのまだ着陸前に帰ってきた帰ってきた心落ち着かせるために東京の時点で沖縄のこと想定してて、帰ったら多分このままだと涙腺が緩むから大丈夫大丈夫俺大丈夫で沖縄帰れる帰れるっていうのをずっと心で言い聞かせて帰ってきました、はい、凱旋してきました、凱旋してきましたか、ありがとうございます、でそれでありがとうございます、はい、ありがとう、でそしてもう一通メールは、はい、紹介、ご紹介いたしましょう、風音さんからですね、風音さんありがとうな、はい、メンソーレメンソーレメンソーレ一打マン一打マンや、はい、一打マンズの星野中村さん、そして飯坂さん、ご出演おめでとうございます、どうもありがとうございます、はい、また昨日はガチバン映画祭のサポート活動お疲れ様でした、お疲れではありません、全然もう最高だったよ、お疲れないです、はい、沖縄出身の中村さんは久しぶりの故郷ですが、そうだよ、ホセさんと飯坂さん、沖縄初めてでしょうか、あら、あら、いやいや、ね、答えてください、はい、7、8回目です結構来てらっしゃいますね、学生時代に毎年、はい、あの 1ヶ月ずつぐらいあの小学校とか幼稚園にお芝居しに来ていたんで、はい、ウィークリーマンション住んで、だからもう計5ヶ月間ぐらいは人生の中で沖縄にいるんで、第3の故郷ぐらいの、第2どこですか、第2は第2東京、あ第1が地元の静岡、次東京沖縄ぐらいの率で長くいさせていただいてるから3本の指に入ってますよ、3もう3本ですよそれは、なるほどなるほど、うん、飯坂は、飯坂はですね小さい頃に1回来たことがあって、うん、あとは高校の修学旅行以来ですね、お来たの、高校の修学旅行いいね、数年前の出来事ですね、うん、結構いろんなところ回れた、まあ、あれ昨日の話でしょ、高校の修学旅行、そうですね、昨日のことのような話だよ、ね、そうですね、まだピチピチピチしてもう新鮮な話ですよそれ、死んでる生き生きしてるでそれではですね、まあ、続きぜひ来てみ、ぜひ来てみた感想や現地の楽しかったエピソードを教えてください、ちなみに自分はですが前に沖縄にいた時に2日連続で同じタクシーの運転手さんに出会って、うん、沖縄の穴場スポットをたくさん連れて行ってもらったことです、あすごいじゃん風音さん、はい、沖縄の海や明るくてゆったりした空気が最高でした、機会があったらまた行きたいですとのことですね、一期一会だと思ったら違かったんですね、次の日会っちゃった、もう超デーになっちゃってたね、じゃあもうイチャリバの超デーになっちゃってたねすげえな僕たち意外とあの来て早々バタバタと動き回ってるんでまだゆっくりはしてないんですけど、だからそうね、なんか観光とかはもうほぼほぼしてなくて、うん、してないですね、ああそうなんですね、結構いろんなロケだったり、はい、そういう昨日も夜の方に着いてそのまま映画祭りに行ったので、はい、もうあとは寝るだけっていうでもなんかやっぱ今日ねすごいカラッとした、また朝セミの声で目が覚めたのが、東京まだセミ鳴いてないんで、あ東京まだ梅雨梅雨ですよ、ね、梅雨です、でも沖縄開けてるんですよね、沖縄も開けてます、あらっつってね、おかしいなってね、夏っておかしい、それでスコールとかも経験できたから、はい、なんかねすごい沖縄に来たなっていう、いや満喫してますよ、するよね、めちゃめちゃ、こういうの経験できると、はい、うん、そうですよね、そして次もう一通ぐらい紹介できるかな、おもう一通ぐらい行きましょう、どなたですか、じゃあててん君だ、ゆずさん、おゆずさん、ね、どうもありがとう、はい、中村さん、はい、ホセさん、飯坂さん、こんばんは、こんばんは、はいさい、はいさい、はい、お三方が沖縄にいる様子をツイッターなどで拝見しながら修学旅行で沖縄に行った時のことを思い出してしまいました、あらあら、はい、残念ながら昨日の八番映画祭に行くことはできなかったのですが、うん、友人宅でデモンズ2を鑑賞しました、いいね、はい、普段デモンズ2鑑賞したの、はい、すごいね、みたいですね、普段
避けるジャンルなのでビクビクしてました。僕も映画館でビクビクしてました、はい、ところで3人は沖縄で何か美味しいものは食べましたか？よかったら教えてください。いい質問だ、ゆずさん。だ、ね、ほずさん、あのね、はい、中村くんのねおばあちゃんがサーターアンダギーを作ってくれまして、そう、一緒にね、実家の方にちょっと寄らせてもらったんですよ。そう、はい、ご挨拶させていただいたんですけど、はいはい、あとソーミンチャンプルをごちそうになりまして、すごい優しい味で最高でした。なるほどなるほど、なんか一日の疲れが一気に癒される味合いでしたね。いいですね。いや、佐伯はどうだったんだい、一番美味しかったもの答えなよ。佐伯はですね、水か、あ、水、ウォーターも美味しかったですね、ウォーターも、うん、ですけれども私豚肉が苦手だったんですけど、うん、そうなの、沖縄に来て、うん、一番美味しかったっていうか印象に残ったのが沖縄そばに入ってるお肉あるじゃないですか、三枚肉か、あれ豚肉じゃないんですか、あれ豚肉だよ、あ、それが食べられたことがすごい印象的で、すっごい美味しかったんですよ、それが、うん、豚肉全般普段そんなに食べない、食べられないんですけど、 あ、 すごい、ね、あれでも美味しい美味しいって食べてたよね、めっちゃ美味しいと思ってちょっとずつチミチミ食べてました。あー、よかった、なくさないように。すごい、はい、うん、おー、なるほど、豚肉も喜んでると思うよ、相当、はい、豚の美味しさに目覚めました。とも食いって言われないように頑張ります。お、攻めるね。一瞬メス豚って言いそうになっちゃう。言っちゃってるじゃないですか。何言っちゃってるんですか。遅いです。沖縄のもっと素敵な気持ちになってください。沖縄来て初めて食べたものっていうのは、沖縄そばですね、僕らは。こっち来て食べたの、そう、すぐに食べたのは、もうとりあえず腹が減って仕方がなかった、もうお腹が空いて空いて、あ、でもちゃんと沖縄らしく沖縄そばを、はい、空港でそのまま食べました。そう、いいですね、トレグス大量に入れて、うん、それ美味しかったですね。美味しかったね。美味しかったです。なるほど。私沖縄来て初めて食べたものがマクドだったんで。おお。何やってるんですか。沖縄来てだってマクドって言っても一番近いマクド結構離れてんじゃないですか。空港から降りてそのまま国際通り見に行って何食べようかなと悩んでた時にマクドが入ってそのままマクド入ったんですよ、ね。おお。よっしゃ。へいへい。沖縄そばとか食べましょうよ。そうなんですよ。食べたの2日目だったんですよ。切ない、はい、切ない初めての思い出。そうなんですよ、晩飯ホットモットでしたし。全然沖縄なんかお弁当屋さん多いイメージある。ああ、そうなんですかね。確かになんかお弁当屋さん多くないですか。多いです。おばあちゃんの名前がついてるお弁当屋さん、 ありましたね。りんちゃん、りんちゃん、りんちゃんの弁当みたいな。ありましたね。おばあちゃんの名前が分かんないんですけど、ね、うん、多分、うん、みたいな、うん、だから多いのかな、やっぱなんかそういう、ね、あと創業59年目のカバン屋さんとかね。あと1年あれば60年ぴったりだったのにっていう、9年の中途半端なタイミングで出しちゃったんだろうとかね。ツッコミどころ満載ですよね。沖縄そうなんだよ。いたらやっぱツッコみたくなるんだよね、いろいろとね。でそしてですね、ツイキャスコメントの方でもですね、ハッチャーとフーミさんからですね、豚を代表してありがとうと来てますね。仲間だねって食べられてよかったっていうことかな。三枚肉になっちゃったのかな。なったのかな。なるほど。受け止め方がすげえいろいろ広がるよ。なるほどなるほど。私がちょっと個人的にお話は変わるんですけど、気になったことがありまして、声優でお仕事されてることで、はいはい、声優になるにはどういう風にしたらいいんだろうっていうのが少し気になりまして、声優になりたかったら、声優になりたかったらまずは各事務所の社長さんにサーターアンダギーを送るっていうかなと。そうですね、はい、じゃあなるほど。じゃあ僕も今買ってきて社長さんにサーターアンダギー渡したらなれる。そうですね。でも多分さき主婦のおばあちゃんも渡しちゃったんでちょっと印象が薄れるから、僕のおばあちゃんの方が先に声優になるかもしれないですね。デビューが早い。なるほど。声優になるには、はい、それでも沖縄の方がっていうことですかね。まあ、沖縄の方じゃなくても、まあ、逆にこのラジオ内地で聞いてらっしゃる方もいらっしゃいますので、あ、まあ、でも今たくさん学校ありますからね、養成所に行ったり、養成所、はい、なるほど。あとはもう本当に事務所さんに自分でいろいろボイスサンプルと言われる、はい、自分はこういう声でこういうお芝居をしますよとか、はい、こういうナレーションをしますよっていうようなものを作ってお送りするっていうのが一番の、うん、道筋ですかね。なるほどなるほど、積極的になることですかね。あとはいろいろオーディションとかの雑誌を見て、オーディションのに僕はそっちの口でしたね。あ、オーディションを受けてなるっていう、はい、おー、なるほど。そういう雑誌もあるんで、いろんなオーディションが載ってる雑誌があって、うん、はい、そこで応募してみたり、そういうのも手かもしれないですね。なるほどなるほど、うんうん、そうなんですね。僕も最初小さい頃は声優になりたいなと思ってたんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんですけど、まあ今まあ、自分の声が特にいいともあまり思わなくて、声優にはならないよ、まあまあまあ、なりたいなとは思ってはいるんですけど、はいはい、
なかなかで外見のでも結構みんなかっこいい方や綺麗な方がすごい多いので、でも外見って関係あるんですかね。だってねメス豚おやもっと沖縄なんだから優しい気持ちになってくださいよ。ゾンビとゾンビとメス豚とあの太りかけのクマとクマとお前ずるいぞ自分だけ言葉濁してどうなってんだよ。おどうなってんだ、どうなってんだ、えちょっと待ってよどうなってんだ埼玉さんから失礼しました。ありがとうございます。埼玉さんから太りかけのクマと来てますほらこれ、死にかけのカマキリ僕ら の, あの事務所に金田智子さんっていう先輩の声優がいらっしゃるんですけども、すごい高い声の、はい、先輩がいるんですけど、その方に一緒にあだ名つけてもらったんですけど僕ら、はい、太りかけのクマと、はい、死にかけのカマキリっていうすごい高い声ですごくテンション高くつけてくださいました、ね、いつまでも太りきらないしいつまでも死ねないなるほどですね、はい、アイデアさんあのツイキャスの方でね私の年齢を公開するのをびっくりしましたねえ何あらあら私の年齢公開しましょうか、はいはい、一応ギリギリ平成生まれですけどね。おあら、はい、おじゃあ、もうほぼ飯坂と同じぐらいじゃないですか。そうですね。ね、もうちょっと前まで高校生だったってことですよね。まあ、高校生だったのかなと思う。高校生だったんですよね、多分ね。私、昨日まで高校生でした。あ、じゃあ僕、じゃあ3日前ぐらいまで高校生あ、もう、ほぼ同期のような。すげえ、嘘が乱立してる。同じ子のね。同じ子ですよね。はい、いっぱいコメント来てるね、本当ありがとうございます。たくさんのコメント閲覧数がなんとアニソンマーティン史上初30人を超えまして、お、はい、ありがとうございます。いつも10人ぐらいだと思うんですけど。そうなんですか、はい、コメント数もとんでもなく来てますね。いやありがとうございます、本当ありがとうございます。もうみんな沖縄来ちゃいなよ。そうだよ、来ちゃいなよ、の人もコメントだけじゃなくて来ちゃったら僕らも来ちゃったら来ちゃったんだよね、はい、確かに埼玉さんからまだあと不老不死だなってきてますね。多分あの死にかけのカマキリのところですかね。多分いつまでも死ねないから。そうなんですね、なるほどなるほど。年ばか重ねてますけど、不死なだけでね。うん、でシルバーさんからカナトモさんから衝撃的なあだ名をつけられましたね。そうなんだよシルバーさん。すごいでしょ。カナトモさんはあの存在が衝撃的なんで。普段からあのテンションなんで本当に。ね、すごいっすよ。なるほどなるほど。うん、はい。それではですね、ここでお時間となりましたので、はい、1曲もう1曲お届けしたいと思います。曲はですね、はい、あの私が選曲しました、鋼の錬金術師のオープニングテーマ曲でポルノグラフィティでメリッサです。エンドっていう感じですか、はい、これでエンドってことですか。いやエンドではないです。あの1時間全然いただいて大丈夫です。フルで、はい、あとはなんか質問にお答えして告知してって感じですか。そうですね、はい、質問とか、ね、質問とかあったら送っていただけたら。他にどんなメール来てるかな。すごいな、こんなにメール来た初めてやな。これは見た見えます見えてるかな。ちっちゃくないですか。アニメとかは見たりはされます？そうですね、あの本気のやつはあんまり見てないけど、はい、迷い川、迷い川はまだ半分ぐらいまでしか、好きなアニメとかも聞いても全然大丈夫。あ、いいですよ、全然そこは。古くてもいいんですか。いや全然問題ないです。これ古いだってやつなの。俺も古いわ。あのアニソンマーティン、あの古いやつは本当に銀河鉄道スリーナイン1時間喋るとかもあるから。ううん、好きな映画なんだろうな。一番は、一番って言われるとちょっと難しいな、ね、優しさが遠ざかる君の手切り裂いて記憶を悲しみのお、皆さんの好きなアニソンを教えてくださいって思ってます、ね、アニソンか、教えてやろう。夢を叶えてドラえもん、シャラララシャン、僕の心に、だってそう、俺たちアンダム
チャラランラーダンスですね。でも大好きドラえもん。こっちもありました。これでもどっちも経験してますね。そうだよ、変性期です。そうだよ。俺が一番大山さんが変わってなんか違和感だなって思った時期だと思います。もう年見てなかったもんね、確かに。年一番って言ったら何でしょう。だって今本当水田さんになってますからね、皆さん。違和感もないよね。おお、すげえ。一番好きな。楽しそうって書かれてるよ。いや、楽しそうどころか、これ全部読み切れんな、コメントも。持ってかれたバイエドと。ねえ、もう今日はセリフのコーナーやんないよ。ないだろう。水飲みます。いつもは結構セリフのコーナーとかもやってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、スカッチャーさんが喋る、僕がとか、あと、はい、山崎くんとかに急に一つのアニメを大体紹介するんで、そのアニメの有名なセリフを真似てみようみたいな感じで。あ、真似の方でやってる。真似っていうか、それ風に言ってみようみたいな。ほうほう。あ、なるほど。やったりはしてるんですけど。山崎くんが結構噛むよね。噛むし読み間違えるよね。長文振るからですよ。長文振るから面白い。お味噌美味しい。水島お味噌美味しい。好きなセリフとかもあります？そのアニメの好きなセリフ。あります。あります。戦闘なんてくだらないぜ、俺の歌を聴け。おお、なるほど。僕好きなセリフ、アニメというよりは漫画でもあるんですよ。金は抱いて眠れっていうセリフ。あ、カイジとかのやつですか。銀と金っていう漫画。あ、銀と金だ。で、あ、いや、銀と金だ、銀と金。で、銀、預金するなんてもったいない、まではやめろ。金は抱いて眠るもん。銀さんが渋いっすよね。そうです。あったかいんだ。金がね。そう。あ、まあ、人生の教科書って言ってます、僕、あれ。あの人が書く言葉って結構重たいですよね、意外と。金は命よりも重いとか結構ありましたね。あれはカイジでしたね。金は命よりも重い。突撃ラブハート歌って。突撃ラブハート。これじゃないですか、ラブに突撃したい。あ、なるほどね。突撃ラブハート。エコザイルさんツイッターって、あ、お前おるわ。プロミスキーパーズ。お、サンフティーマン。お、サンフティーマン知ってます？ね、知らないです。何も知らない。沖縄のこと何も知らない。すごいことなってるな。ギャラリーがすごいなって。エコさんも来てるよ。へえ、すごい。俺が読んだ人みんな FMG のパーソナリティーさん。8割俺の家族。2割じゃん。みんな同じ血流れちゃって。みんな同じ血流れちゃって。大家族かよ。ビッグダディ？俺がダディじゃないじゃん。あ、もうすぐ。残り20秒で。あ、残り20秒か。これ、マイク入ってんじゃないですか？ああ、これ喋ってる声はこれが拾ってます。それで、はい。え、恥ずかしい。はい、4、3、全部入ってる。時刻は夜7時33分、34分になろうとしております。スカチャのアニソンマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。さあ、今お届けした曲がポルノガキのメリッサということで。最高ですね。かっこいい。君の手で、最高。なるほど。で、それではですね、まずお聞きしたいことがありまして、はい、大好きなメッセージが来ておりまして、はい、大好きなメッセージが来ております。すみません、言い間違えましたね。はい、スカちゃんさんの好みの話ですか。いやいや、違います違います。はい、白米食べたいマンさんからですね。ありがとうございます。食べな。
まず、でも内容がですね、状況にいるかもしれないだろう。なるほどな。なるほど、パンしかないかもしれないです、目の前に。はい。突っ込めない事情がね。はい。では皆さんの好きなアニソンを教えてくださいということ。おお、アニソン。はい。ありますか。法政さんからじゃあ。アニソン。僕ね、世代的に悠々白書とかね。はい。やっぱね。君を強く抱いてたのあれなんていうんだっけ、アンバランスなキスをして、そうそうそう、はい、アンバランスにしたいですね。ああ、なるほど、あれ大好きです。結構いいですね、いいですね、はい、じゃあ僕はね、はい、マクロスセブンさんの曲なんですけど、さマクロスセブンで、セブンさん、もう様かな、マクロスセブン様で流れるあのファイヤーボンバーが歌う、ファイボンね、曲、そう、そんな略し方しないんですけど、ファイヤーボンバーさん、セブンスムーンって曲があるんですよ、おそれ最高なんです、オープニング、オープニングね、うん、おなるほど、教えてくれセブンスムーンって曲、あれ最高、わかります？ちょっと無言ですね皆さんね。なんでかな、いい曲なんだけどね。みんなで聴こうね。みんなで聴きましょう、うん、はい、ウルトラマンセブンじゃないよ。あれはセブン、セブンですよね、確か曲。微笑みの爆弾が好きと。あ、いいです ね、 ありますね。僕らでも一回ギターでカバーしましたよね、微笑みの爆弾、ね、あ、そうなんですね。そうなんです。おー、飯坂は、飯坂は声優になりたいって思ったきっかけのアニメで、マーメイドメロディピチピチピッチっていうのがあったんですけど、はい、その中の絆っていう歌が好きです。おお、誰が歌ってるの、ね、あの声優さん、その声優さんたちが歌ってる。あ、そうなんだ、はい、キャラクターソングみたいな感じなんですけど、敵を倒すときに歌うんですよ。どんな感じなのかな、どんな感じの歌なのかな、ちょっと入り忘れちゃったんですけど、一番好きなのが、誰かじゃなくて君じゃなきゃダメ、切ないほど求めてるってとこが好きです。切ないね、切ないほど求めちゃってるね。そこが一番好きで、もう、はい、ちっちゃい頃から。へー、ばらけましたね、だいぶ。結構ばらけましたね。結構そうですね、はい、だ僕の好きなやつはちょっとに中村さんと似てるのかな。はいはい、僕はマクロスセブンではなくて マクロスフロンティアの。おー、なんですか、大好きですよ、マクロスフロンティアさん、ライオン、出た、もう最高ですね、生き残りたい、デーンデーンデーン、あれは最高です、いいですよね、あれは僕はあの曲聴いた時に初めて聴いて、そこからもう生き残りたいと、ちゃんと生き残ってますね、生き残ってますよ、生き残りたいと、はい、なんとかラジオ局で生き残ってるという。もう1時間ぐらいずっとそれリピートして聴いてましたもんね、車の中で。でもありますありますね。マクロスの曲はそうですね。マクロスの曲ずっとリピートして聴いてましたね。でそしてこう私から質問がありまして、はい、あのアニソン好きな、先ほど聴いたのは好きなアニソンなんですけども、はい、好きなアニメのセリフをありますか。好きなアニメのセリフ、やっぱり、まあ、あの普及の名作の普及の名言のあれですかね。はい、じゃあ3、2、1、9、僕の顔を食べよう。人類愛に満ち満ちてるよ。そんなに渋い声でしたっけ。僕の顔を食べよう、自分の身がねなくなって削れていくにもかかわらず相手に施すっていうこの気持ちがね、いつ見ても泣ける。そうですね、かくありたいもんですな。うん、アンパンマンです、アンパンマンね。僕は戦闘なんてくだらねえぜ、俺の歌を聴けっていうセリフですね。あ、はい、言いそう言いそう。マクロスセブンさんで、これマクロスセブンさん、マクロスセブンさん、あれが最高なんですよ、ね、戦闘なんてくだらねえから、はい、音楽で平和になろうぜって、そんなセリフですね。お、言ってそうだもんね。さゆきは、さゆきはブリーチのセリフで、うん、なんだとそれ誓ったんだよ、入って誓いだと誰にだって、誰にでもね、ただ俺の魂にだっていうところがあるんですけど、そこがレンジとイチゴがこうリンクするところがあるんですよ。おそこが一番震えるシーンです。おい、ちょっと待って、飯坂の霊圧が消えたぞ。飯坂の霊圧なんだと、うん、という感じですね。という感じですね。私ですか。私が好きなセリフは、アニメではないんですけど、漫画の本であるセリフなんですけど、はいはい、銀と金という漫画があるんですよ。そこで出てくる、預金なんてもったいないことはするな、うん、金は抱いて眠れ、
というセリフが好きなんですね。ああじゃない、金は抱いて眠れ、金は抱いて眠りたいですね。抱くほどの金がね、あればね。そうなんですよね。すぐに抱くんですけどね。はい、その時森田銀次、あ、森田っていう男、あの主人公がですね、ちょうどあの勝負で、2億、はい、2億ほど手に入れた時だったんですね。はい、あ、4億ですね、4億、4億、はい、4億手に入れた時ですね。抱ききれますか、4億を。足しちゃうんじゃないですか。しちゃうんじゃないですか。重そう。本望ですね。まあ重さにしてちょうど40キロぐらいですね。40キロか。ちょうどいいね。そうですね。40キロ多分ちょうどいいね。程よいですね。はい。なんか結構ツイキャスもですね、いっぱい来てますね。アンパンマンも来てますね。アンパンマン会とか、あとはライオン。イケパンマン。イケパンマン。イケパンマン。僕の顔を食べよう。でも生き残りたいよ。まだ生きてたくなるよ、うん、なるほど。ライオンのセリフが歌詞が来てますね。そして次のメールは、メールがいくつ来てますね。ミーさんからですかね。ミーさんありがとうね、はい、ありがとうございます。皆さんハイサイ、ユーストリームで拝聴させていただいてます、うん、ありがとう。皆さんのお洋服がとても素敵で、沖縄の爽やかさと海と波風を感じます。ぜひ洋服のアピールをお願いしますとね。洋服のアピール俺もね、小1時間話せるよこれ。これね、もうね、全部俺の私物です。全部ホセさんから借りてます。そうなんです。あのだから話せることが一つもない。僕うち の, あの実家が呉服屋で、 おばあちゃんの形見の帯で作ったとっても素敵なものを、帯としては締められないからって帯で作ったアロハシャツです、はい、させていただいてます。恥ずかしいわ。おばあちゃんありがとうございます。三枚ともなんですね。最近の最近の帯ですか。あ、最近の帯じゃない。あ、帯じゃない。最近は僕が沖縄行った時に買ったやつです。なるほど。一番アロハですね。ね、一番アロハ。ここはアロハじゃねえんだよ。ごめんなさい。カリウシね。一番カリウシですね。あれ、うん、そんな感じです。アピールも何もね。なるほどなるほど、はい、でそして、栗島さんからも来てますね。あ、栗島さんありがとうな。はいはい、皆さんこんばんは。こんばんは、はい、中村さんにとっては凱旋ですね。ね、そうなんだ、中国が帰ってきたよ。最高だぜ、はい、私は沖縄に行ったことがないので沖縄の魅力を教えてほしいです。お、沖縄に行ったらここを見ろみたいな場所はありますか。お、そして考えるな、感じろ。でまた、ホセさん、飯坂さんは沖縄で行きたいところはありますか。はあ、じゃあまずは沖縄の魅力ということで、魅力はさ、うん、分かるでしょ、中村修吾から出てるでしょ、沖縄の魅力が。そういうことだよ。あのごめん、親族の皆さんが一番今ポカンとしたよ。ええ、お父さん、ええってなったよ。親族もなんか、あ、帰ってません。飽きてきちゃった。そうそう、ね、飽きたのかな。そういう自由さが ね、ま、ねそう、沖縄自由なところかな、沖縄の素敵なところは。、うん、自由なところだと思う。あと暑いとこね。暑そう、暑いよ、心まで熱くなれるぜ。熱くなれるよ、本当に。いや、2人は行ってみたいところとかありますか。行ってみたいとこね、魅力、あの僕、あの友達がやってるお土産物屋さんが国際通りにあって、はいはい、シュレードさんっていうんですけど、はい、そこあの毎回遊びに行かせてもらうと、なんか おじいちゃんが沖縄そば作ってくれたり、うん、海ぶどう食べさせてくれたりして、こういろんなお話聞かせてくれるので、お、今回もまた行ってみたいなと思ってますね、うんうん、そうなんですね。飯坂はまだ沖縄のことあんまり知らないんですけど、うん、琉球ガラスあるんだ。あれを自分で作ってみたくって、それを家族にあげたいので、そうです、夫婦してみたいので、ちょそこに行きたいですね。なんかぜひ沖縄ワールド玉泉堂に行ってください。自分で作る。あ、なんかちょっと聞いたこと。そこで作ったそう、作れっから。あ、そう、うん、場所あるんですね、作れる場所は。ある、あります。あ、でまあだいたいあのこの職人さんがチュチュってやってくれるんで、僕らはここ吹いてみたいな、吹くのとちょっと手直し、口のところを広げるっていう作業をやるんですけど、でもやっぱ自分で作ったグラスで飲むなんかお酒とかって美味しいよ。美味しそうですね。泡盛りですか。あ、なるほど。僕も泡盛り飲んでないね、まだね。あ、そうなんですね。飲まなきゃ、飲まなきゃ。あ、ぜひ飲んでいただいた方がね。僕はお酒全く飲めないんですけど。あ、じゃあうちんちゃん飲みましょう。うちんちゃんって何ですか。三品茶のことで、うちんのこと言ってる。ウコンの、そう、ウコンの、あ、ウコン茶か。ウコン茶、ウコン茶だ。うちん茶、三品茶とは違うんだ。三品茶あるよね。うちん茶ってあるよね。ありますよね。ありますよね。中村家の皆さん、うちん茶ありますよね。
あるあるって。あ、ありがたい。はい、あの、あんのか公式サポーターみたいな、こっちが。ねえ、ギャラリーの8割が中村さんのご親族の方、ええ。もう、ほんと8割?8 割ですね、これ。完全に。びっくりしましたね。家かな、ここ。実家ですか？そしてですね、次のメールは、あ、じゃあそしたらね、ラジオネーム。はい、夏目さんから来てますね。夏目さんありがとう、はい、ありがとうございます、シュゴン、小瀬さん、さゆきさん、ハイサイ、ハイサイ、はい、皆さんは音楽が大好きということで、うん、音楽活動も積極にされていますが、音楽の良さって何だと思いますか？ちなみに私が思う音楽の良さは、うまく言葉にできないことも音に乗せてなら相手に思いを伝えられることだと思います。あ、夏目さんいいこと言うわ。言おうと思ってた。音楽の良さね、はい、やっぱ、その時の気持ちを代弁してくれるっていう、なんかちょっと番組のニュアンス変わりました今。ちょっとなんか ね夜のスタイリッシュなちょっと番組っぽい、急に ねやっぱ音を楽しむっていうだけあってね、幸せな気持ちになれるところじゃないですかね。まあ苦しい時もね、うん、苦しい時も苦しい気持ちに共感したり、うん、楽しい時も楽しい気持ちに共感したり、やっぱそうなんですよ。このなんだろうな、音楽だけメロディーだけで泣くことって、ね、僕あんままあまあでもそのメロディーだけで泣くことってあんま少なくて、まあね、でもそれをそれに歌詞が乗るとなんかその涙が出るというか、やっぱメロディーってもう一歩先にこう背中を押してくれるようなサポート的な感じがあるんじゃないかなって俺思ってて、うん、すごくやっぱ何が良さかな、良さってその時々で変わるんじゃないかな、聴きたい曲も変わるし、だからそれこそ各々じゃない、うん、でもそういう時になんかね、一人じゃなくて寄り添ってくれるみたいに、近くにすぐに来てくれるっていう良さもあるんじゃないですか、うん、あーなるほど、そんなさゆきはどうだよ、うん、ねえ、私は吹奏楽の経験があるんですけど、うん、一人で演奏してる時はもう十分楽しいんですけど、うん、みんなでこうホールでうわーって合わせた時にその音が一つになる感じ、みんなが本当に一つになって一つの曲を作り上げるっていう感じが、うん、もう何とも言えない鳥肌感、うん、うわーっていう、もうな、言葉にはうまくできないんですけど、あれが忘れられないです。おお、え、今いいこと言いました、言ったよ、はい、言っちゃったよ、戦闘なんてくだらねえぜと、混ざっちゃった、セリフがいろいろセリフが混ざっちゃった、飯坂のレイヤツが復活したぞ、うん、はい、でセリフということで、うん、はい、もう一つメールが来ておりまして、はいはい、沖縄コンビーフセンターさんからですね。おやおや、沖縄コンビーフセンターさん、本当かよ、いつもお世話になってます。美味しい美味しい、はい、皆様こんばんは、こんばんは、私は現実世界で悪党のセリフで使われる、うん、他人の心配より自分の心配をしろを使いたいのですが、うん、まだ使ったことがありません、うん、皆様も言いたいセリフってありますか？言いたいセリフね、ああ、あれかな、俺中村修吾はね、待たせたな、大塚明夫さんがね、あれで言うセリフ、スネークで言うセリフなんですけど、はい、もう言えたもんね、今ね、あれもう、あれを何かの時に、なんだ、例えば待ち合わせで僕がじゃあちょっと遅れたとするじゃないですか、うん、5分、そしたらもうバーって来て、ちょっと遅いよ集合と、何してんだよ、うん、遅えよ、待たせたな、遅えっつってんだよ、遅れたのにすぐ使えるじゃん。今すぐにでも使えます、ね、今日から使えるな。じゃあ言いたいセリフありますか？僕大体高台に行くと人がゴミのようだって言ってますよ。言ってるんですね。大体めちゃくちゃ嫌なやつじゃないですか。多分高台にいる他の人、ようこそ我が領民よって、ね、いやもう、あ、でもそういう王様気分を勝手に味わって、一通り満足したら高台からスッと降ります。ああ、でもそれ分かります、僕もやったことあります。やったことありますよね、うん、あります、ありますよ、それはメガーとかもみんなやりますよね。あ、そういうのはやらないですよね。それはやらないです、そういうのじゃないのなんですね、ただただ上から目線でちょっと一言言いたいっていうだけ、うん、なるほどなるほど、クズみたいな意見です。どうある？最近は私はお帰りなさいって言いたいです。あー、ちょっと突っ込みにくくなっちゃった、急に急にさゆきの冷圧が少なくなってきちゃった。
ちょっとね、今息切れしかけてます、ね、帰りっていう相手がね、やっぱね、うん、そうね、寂しいんだね社長に言ってあげてね、今度お帰りなさい、こっちのアクロスエンターテインメントのお帰りなさいまし事務所で会ったたびにただいまって言おう、みんなで、みんな言おう、お帰りなさい、なるほど、お帰りなさいというセリフをなるほど、なるほど、言いたいです、そういうアットホームな、何のアニメのセリフだよって話ですよね、もうね、旦那さんが帰ってきた時のセリフです、ね、あ、なるほど ね、 なるほどね、これ以上はちょっと僕の心が辛くなっちゃうから包みにくいななるほどなるほど、そしてね、いきなりちょっと振りたいと思うんですけど、ザッキーは言いたいセリフある？お急にですかザッキーさん、どうも急に登場です、はい、はい、言いたいセリフですか、はい、そうですね、やっぱり友情ものが好きなんで、はい、あらあら、お前のせいじゃないよって言いたいですね。およかった、ザッキーさん一番いい人だ、優しいこの中で一番いい人だ、うん、なんか僕なんか考えてたセリフ全然違ってたから、あ、本当ですか、はい、多分なんかスラムダンクで言ってそう、言ってそう言ってそう言ってはない、ザッキーさんこういうなんか自由そうですけど新潟出身だそうですからね、はい、沖縄の方じゃないらしいですからねそうなんですよFM ギノワはちょっと沖縄の人が少ないっていう、あそうなんですよ、よかったら中村さんとこのおばあちゃんとかどうですかそうです ね、 ね、なるほどなるほど、沖縄出身2人しかいない、あら、じゃあ3人目 おばあちゃんいいですね、ね、カメカメ攻撃してきます、カメカメ、何カメカメ、あの食べて食べてって、ご飯ご飯食べてって、あ、そうなんですよ、沖縄来てびっくりしたのが、あの友達のおばあちゃんの家とか行ったら、はいはい、なんでこんなに料理なんか祭りかなんかで、そうなんすよ、ってぐらいの料理が出てくるんですよ、なんでもうあの本当にいらないって言ってるのに、もういやもうカメカメこれ、あ、これもあるよこれもあるよって言ってすごい料理を出してくるっていう、びっくりしました、あれは、あれはもう沖縄の洗礼ですね、はい、うん、どう考えても私の胃の許容量を超えてるだろうといういやもう食べれないぐらい、それそれおもてなしの心なんですね、そうご飯を食べさせることがねすごく嬉しいみたいですよ沖縄の方みんな、じゃあね、よかったら東京の皆さんとかガチバン映画祭、映画祭りに気がてら加盟加盟してもらって、加盟加盟どのお家に行くんですかそれ、いやいやどこかどこだもん、どこなりと思うよ、中村さんち、ダメだよ何考えてんだよじゃあね、皆さんぜひ沖縄に来た際は中村さんのお家へ、はい、ダメだよその辺の人に中村さん家どこからって言ったら、そのうちなんかいつかたどり着けちゃいそう、ちょっと怖いね、怖いね、絶対ダメだよ、ちょっと危ないねということで、そうそう、もうね、あの番組も残りわずかとなってまいりましたので、じゃあ僕らのお知らせさせていただいてもいいですか、はい、ぜひ告知の方よろしくお願いいたします、中村ゆき、よろしく、はい、私たちの所属するアクロスエンターテインメント8周年イベント、アクロスフェス、アクロスフェスタ 8.32 プラス 0.001 アニバーサリーが、7月23日土曜日と7月24日日曜日、東京の有楽町読売ホールにて開催されます、うん、東京ですね、これは東京です、山寺光一さん、金田智子さんなども、出演されます、まあ、アクロうちのメンバーは総出演で、はい、みんな出ます、何やるの中身は、朗読劇やライブですね、うん、歌ありダンスあり、あ、我々3人もあの 歌わせていただくので、ね、はい、皆さん本当によろしくお願いします、はい、ぜひ日程とかはもう一度教えていただけたらと、はい、7月23日土曜日と7月24日の日曜日です、はい、わかりました、詳しくは我々のツイッターとか、ね、はい、ツイッターを見ていただければ、あともうガチバン映画祭もね、毎月新たなラインナップが出てるので、はい、それも僕らのツイッターであの宣伝動画、宣伝動画が ね、はい、あれの解説の動画とかも一緒に流れされてるので、ぜひぜひそれもチェックしていただいて、みんなでガチでバーンしていただきたいと、落合さんっていうすごく映画に詳しい方が、はい、僕らにめちゃめちゃ説明してくださってる動画があるので、俺らがずっとうなずき、僕らずっと10分間うなずいてる動画があるのでなるほど、よろしくお願いします、はい、私もぜひ見てみたいですしね、さっきあの7月23、24日の土日休むから、あら、はい、急にですか、はい、あの社長にね許可取らないといけないけどね自由、はい、ね、フリー、はい、休めたら行こうかなと思う、はい、私は従うしかないんで、はい、土曜日の放送があるのね、はい、土曜日の放送あの収録していくから、はい、はい、また来てねって、ガチバン映画祭もまた来たいですね、はい、うん、また来たいね、うん、ぜひね、ガチバン映画祭やあの7月23、24日にあるイベントもぜひ皆さんお近くの方はね来ていただけたらと思います、はい、それではですね、スカちゃんアニソンマーティも残り放送終了前2分となりました、いかがだったでしょうか、
いやいや、あっという間にもう2分っていうか、あの沖縄すごいですね。8時ぐらいになってようやく外が真っ暗になりましたね。真っ暗になりました。今真っ暗ですね。綺麗、はい、ね、ちょっと僕らまだもう7時ぐらいには真っ暗ってイメージなんですけど、はい、さっきまで結構明るくなってたから。そうなんですよ、まあ、日の落ち方とかも違うんすかね、うん、やっぱりね。だからちょっとまだ、はい、今何時っていう感覚が、まあ、そうね、大体ねっつって、うん、今何時そうね、大体ねっつって、はい、はい、そういう感じなんで、とりあえずおばあちゃんにご挨拶しに行こうかな。もう一回ね、はい、まあ、もう僕は本当に3年ぶりに帰ってきて、うん、本当に嬉しいし、はい、こうみんなで映画見れたことも最高だったし、うん、また来たいなと思ってます。皆さん本当にありがとう、よろしくお願いします。はい、はい、大輝、はい、私もですね、ホラー映画が大好きで、もっと映画のことも知りたいですし、また、はい、映画を見に行きたいです。沖縄に皆さん一緒に見ましょうね。長谷さんからの巻きがかかっちゃったからね。はい、もう残りね1分となりましたけども、はい、ザッキーもどうだった？いやもう結構の、うん、パッて振りますね。キラーパスっていうんですかこれ。はい、いつもこんな感じです。いや本当声優の方に初めてお会いしたんで、はい、もう緊張ドキドキで、はい、もう声が本当に良くて。ああ、なるほど。だって最近、はい、だってよ、はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、もうお帰りなさい、お帰りなさいだよこれ、はい、お帰りなさい、ただいま。はい、ということでね、はい、ザッキーありがとう、また後で聞こうね。はい、それではですね、塚さん、アイソマーティー以上となります。お聞きいただいたメールもね、あのたくさん送っていただいたんですけど、全部読み切れなくて大変申し訳ないです。それではまた皆さんね、来週お会いいたしましょう。それではさようなら。さようなら。またね、ありがとうね。ありがとうってなんていうの。ありがとう、ありがとう。超ギリギリだった。すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。1時間お騒がせして。